でまず改めて私の方からですね、ちょっとムガールさんに、まあ、SOS というかですね、発信したいのがですね、今この日本という国がですね、めちゃめちゃお恥ずかしい限り、その若者、まあ、30歳以下の若者の死因の第1位が自殺なんですよね。でそして本当にこう選挙に行かない、うん、まあ、要は自分の地域や国に興味関心がない、いつの間にかそういった国民になってしまっているという、その状況下がですね、その根っこを見たときに、僕はその一人の子供に対して関わる大人の数が減ったという、僕がここが一つ原因なのかなと。で、身近な言葉で言うと、その地域のいろんなコミュニティがこう遮断されていたりとか、で具体的に言うと、そのうちに通っている小学6年生、中学1年生に上がる男の子、たまたまの会話の中で話をしていたら、小学6年間で1回も殴り合いの喧嘩見たことないって言うんですよ。そんなことあるかと。ちなみにですけど、ムガールさん、殴り合いの喧嘩の経験は？よく見てました。親が殴り合ってた。いや、そうですよね。でもそれがない時代。でも僕は子供が喧嘩しないとか、ね、間違わないとか、怒られない、なので親以外に怒られたことないっていうんで、最近の子供たちはそれイコールなんかこう、まあ、周りの大人が見えてない、もしくは見てみないふりしてるっていうことなのかなと思うんですけど、もうしばらく日本にいらっしゃって、もともとはパキスタンですよね。どういうこの教育の違いなんか感じたことありますか？そうですね、やっぱり私ね、喧嘩は必要だと思います。お、うん、なぜか夫婦喧嘩も必要です。親子喧嘩も必要です。喧嘩なしには人間が成長しないんです。でなぜはね、もう僕もうちょっと嬉しいんですけどね、ムガールさん、立場もあってね、いろんなその国またいでいろんなところでお話されてるから、もうちょっと言葉選ぶかなって前回も思ってたんですけど、選ばないですね。喧嘩は必要だと。喧嘩は必要ですよ。全ての存在するものが一緒だから存在するんですよ、うん、これは喧嘩するのは神様が作ったんですよ、人間はね、うん、とりあえずお互いに喧嘩というか、やっぱりお互いに意見の違いがあるから、ぶつかり合って人殺しちゃいけないんですよ、うんうん、だから喧嘩いくら何か、僕はね、喧嘩ね、殴り合いじゃなくて、うん、やっぱ言葉の喧嘩とか、うん、意見が合わないからちょっと話し合って、うん、これにルール決めてやった方がいいと思いますね。そうそう、世の中の喧嘩っていうところの認識が、ムガールさんの言う喧嘩とは大きく違うんですね。そうなんですよ、うん、でそこにですね、やっぱ私たちも小さい私も兄弟5人ですから、よく喧嘩してきてましたよ、うん、喧嘩してからこうやって育ったんですよ、私もね。兄弟喧嘩、姉貴からめちゃくちゃ殴られたり、いろんなことも、もうそれで成長してきたっていう、ね、なんで兄弟だとあんな簡単に手が出るんでしょうね。出る、やっぱ兄弟だからですね。他人に出してごらんやって。そうですよ、大変なことになりますから、うん、兄弟だから親子だからやっぱり殴られたりいうのは、それはね、昔の時代は僕はね、スパルタ教育があっていいと思ってますから、はい、ね、そういう言葉もスパルタ教育なんて聞かなくなりましたね。もう先生からめちゃくちゃも叩かれたことありますよ、学校で。我々ですね、小さい時は。あ、そうですか。僕にいたら昭和ね、昭和時代のね、教育を受けてるから、だから昔の人はね、そうですよ。僕ね、今ちょっと日本に日がさんありましたね、うん、地震、雷、火事、親父という、うんうん、で地震が最も怖い、ね、雷が次怖い、うん、でその後に親父、うん、すごくないですか。火事の次に怖いのは親父だ。そういうぐらいやっぱその日本はもともと親父が怖かったり、周りの大人っていうのは、まあ、なんか